異形の皆さんごきげんよう。異形のチボシン、エキドナです。さあ、とうとうやってまいりましたワンスヒューマン大型アップデート、新シナリオにして新たなマップ白銀の荒野ですね。今回はですね、雪国のお話ということで、どうやらですね、このマップ相当過酷だと、相当過酷だと聞いております。いやいや待ってくださいよと、サバイバルゲームでね、過酷ってのはね、ご褒美なんですよ。むしろご褒美なんですよ。サバイバルゲームってのはね、過酷であればあるほどいいんですから。サバイバルってのはね、そんなもん乗り切ってやろうぞと、乗り切ってやりますよ。僕なんてのはね、もうそれはもう数々のサバイバルを乗り越えてきてますから、もう一切の弱音を吐かずにね、この過酷と言われている何ですか、白銀の荒野でしたっけ。白銀の荒野かパツキンの坊やか知りませんけども、10分ですよ。10分でクリアしてみせますよ。はい、チュートリアライズ終わりまして、何ですかこれ。ビーナ峡湾、これ好きなところで分けるんですか。これメノー桃源、どこで分けゃいいのこれ。どこで分けゃいいんですかこれ。いいのか本当に好きなとこで。いいのか、なんか全然場所違いますけども、これいいのかこれ。好きなとこで湧いちゃうぞって、待って、ずいぶん離れてますけどマップ。何これ。いきなり分かれ道。この選択で今後なんか響いてきます。行ったれー。来た。雪と日、ここが雪国。これどういう状況。大丈夫ですかこれ。ちょっと、大丈夫ですか。すごいアイスマンみたいになってるけど。過酷。過酷とかいう話じゃない。何事。どこここ、あれ、おかしいな。スポーン地点選んだんだけど、これじゃ意味がないや。意味がないんだこれじゃ。どこだこれは。もういきなり迷子だこれ。せっかくスポーン地選んだのに、これじゃ意味がないよ。結構広いね。とりあえずなんかメインクエストみたいなとこに、はい、ドーン。はい、頭がパーン。もうすでにここには原住民族がいるということか。キャンプ地が張られている。とにかくレベルを上げ、そして資源を整えながら、メインクエストの場所を目指す。これ、サバイバルの鉄則な。はい、次はキー。偽ブナ？あれ、なんだ。おー、なんだこれ。おー、なんだ。おーい、誰か温めてくれ。ぶな。ちょっと雪に浸かっちゃっただけですよね。あらら、なんだこれ。人毛か。なにこれ。これなにこれ。新しいアイテム、温まるっぽいんじゃないこれ。温まるっぽいんじゃない。これを食って何、雪に浸かれってこと。おい、そういうことかい。ちょっと、にしても過酷すぎません？雪に体がついて数秒でしたよ。凍傷まで持ってかれそうになったの。数秒でしたけど。とにもかくにもレベルを上げないといけませんので、ここにちょうどいい集落がございますので、ここの原住民、全員ぶち殺してやりますよ。これ HP ね、皆さんから見たらこれ、やめろお前。瀕死状態に見えますでしょ皆さんから見たらね。いやね、僕からしてみたらこれまた全然もう HP マックスですよこの状況。何を弱気になってるんですか。サバイバルなめんじゃねえぞおい。どうしよう、アドレナリン注射ないからまた最初からだ。せっかくここまで来たね。この枯渇状態で物資も落としてしまった。いや、ちょっときついな。やっぱり、まず、素材集めましょう。そっからですよ。基盤をまず、しっかり固めてからやんないと、こういうのは。はい、取るもん取って、掘るもん掘って、切るもん切って、で、装備を整えてからですよ。メインクエストの場所に行くには。
あれもしかして君たちなんだ、これトナカイじゃねえ、トナカイがいる。あれ何、これゾンビか、君ゾンビか、ほいお前どっ、待って待って待って、まずい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 、図書クラウ、あつ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 ああるじゃない、温度調整士、温度調整士ワン、ツー、トーチだって、え、トーチってあのトーチ、あのトーチ、なんとあのおなじみのあのトーチが、なんと今回命をつないでくれると。あ、もう早速やっぱ家から作んないと、忙しくなるぞ。うわー失敗した。なんでこんなとこに建てた、なんでここに、なんで道路の脇に建てた、失敗した。はい、ご紹介します、我が城です。よし、やっと作れた。あった、これこれ、トーチ、これが今回鍵を握るのか。来た、聖なる光、長かったここまで、意外にこの過酷な環境を抜け出すためにやっとメインクエスト進められる。おいおい、結構かかったぞ、ここまで、ここまで来んのに。あ、そうだ、一応これも食べといて。うわ、たまるー、ひみちゃん、いけます。さあ 0.6 キロ、待ってろよ。これ、え、なんで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 、火消えた火消えた、え、火消えた、え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 、なんでなんでなんでなんだ、おー、何が起きてるこれ。ダメだな、あれれ、おかしいな、おかしいな、話が違うな、あれ、トーチじゃダメなのか。じゃあどうすりゃいいの、どうしよう、先進めない先進めない。え、どうすればいいのこれ、話が変わりません、これ。え、トーチを製作で温度を上昇させる、一致上がらないね、どうすりゃいいんだ。え、俺一生こっから出れない。あ、何これ、極地探査、なんかあるじゃない、鉱物石、これだ、これも高音石、高音石と高音石、何言ってっか分かんねえと思うが、今ありのまま話すぜ。はい、来ました、高音石、これが温度を保つための石、これを温めて高音石になると、さらにどうやって温めるんだこれ、どうやって使うんだこれ。木炭かホットロックで温めると、これ60分しか持たないんだ、北海道だ。高温石を高温石にすることによって北海道になると、高温石を高温石にすることによってね、何を言ってるか分かんねえと思うが、今起こっているありのままを話すぜ。さあ来い、高温石、高音石を高音石にすることによって俺はさらなる高みに上がることができる。とうとう高音石確保することに成功しました。これでいけるんだろうね、本当に、進めるんだろうね、あの雪原を。雪に使っても大丈夫なんだよねこれ、本当に。一応ね、一応これも食べといて、さあいけるか、長かったここまでの道のり、過酷、まさにその一言に尽きる、この劣悪な環境、この俺が乗り越えるにふさわしい
まさに地獄。大丈夫っぽくない？え、大丈夫っぽくないこれ。いけたか？いけるのでは？やった、やったぞ、やったんだ俺は、とうとうやったんだ俺は。何分かかったここまで。え、10分どころの騒ぎじゃねえよ。おい、2、3時間やってんだぞこっちは。やっと進める、やっとやっとメインクエスト進める。おい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 、こんなとこで戦えねえよ。もう60分しかねえんだぞこっちは。あれ、ここじゃね、この骨、ホエールなんちゃらなんちゃらの骨じゃないこれ。ホエールなんちゃらかんちゃらの、これ本当に村か。パッ、おーい、誰かいますか。なんだなんだな、エクスターミネーターって出てきたけど、なんだなんだなんだ。おいおいおい、村じゃねえぞこれ。はぁ、ホエールボーン村じゃねえのかここは。は、騙された。え、なんか駆逐しないと解放されないみたいなこと。はぁ、戦わないよ。人がいる、あ、人がいる。あー、やっと着いた。あー、来た。やっと一つ目の村に着いた。おい、ここまでどんぐらいかかってんだ。おい、人だ、人がいる。あったかい、キャンプファイヤーもある。何の音、何の音、これなんかアポカリプティックサウンドみたいなの鳴ってんぞって。アポカリプティックサウンドみたいなの鳴ってんぞって。何あれ、なんかある、あそこに。あれか、なんかあるよね。え、怖い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 、何これ。怖いって、変な音出すなって。怖いって。え、ローがいる。お前こんなとこにも来たの。夜の灯火？なんか新しいデビエーションの情報もらったぞ。そういえば、新しいデビエーションも結構追加されてるんだよね。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、左上のさ、雪と火のクエスト、何々を長押しして B を召喚って、これ俺キー変えちゃってっから出てないんだ。あれ、このクエストいつから出てました。え、このクエストいつから出てました。待って、 B に話さないとダメじゃん。俺キー変えちゃってんだよこれ、だから出てなかったんだ。 B、 お待たせ、ごめん、呼ぶのにずいぶんかかっちゃったね。君のクエストごめん、全然気づかなかった。 Hey, this is serious. You've got to pay attention. The temperature here?これもしかしてさ、自分の体温データを常にチェックするんだとか言ってる。これさ、もしかして B、 一から教えてくれるパターンだこれ、まさか。いや、まさかね。キャンプサイトが必要だ。近くに乾燥した原木が火をつけるために近くなんか探してみよう。やっぱそうだよね。やっぱそうだよね。うわー、チュートリアル今始まったー。バカなのか俺は、バカなのか。原木を探索する、砂利を採取する。うわ、今さら出てきたー。体を温めるためのなんかレクチャーみたいなの始まったー。もうプレイして 3,4 時間経ってるんですけど、全部自力で乗り越えたんですけど、やだー。いや、ずっとね、おかしいなおかしいなーと思ってたんですよ。おかしいなおかしいなーって、なんか不親切だなーってずっと思ってたんですけどもね。ところが、何ですか？え？あるじゃないですか。そりゃありますよね。そりゃありますよ、チュートリアルぐらい。いつから左上に出てました？気づかないなんてことあります？いやー、怖い。もう自分が怖い。もし最初から出てたらね、もっと早い時期に出てたらね、あのクエスト、このクエストが。いや、でも、今、さっき気づいたってことは、多分この村に着いた時に多分出てきたんじゃないかなーなんてね思ってるんですけども。いた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 、何あいつ、なんか飛ばしてる。
上に出てるエクスターミネーターってあいつじゃねえ？なんか戦ってんのかこれ。行きますか。何あいつ。おお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 。怖っ。やばそ。何こいつ。なんなの君。新たな、おー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 おお、なんだそれ、なんだそれ、おーおーおー、なんか召喚してます、なんか召喚されてます、なんか戦ってらっしゃいます、なんだなんだなんだそれ。あれ見つかった、あれ自分絡まれてます、もしかして。え、いや、まずい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 、逃げろ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 ーい。すごい雰囲気あんなこれ。すごい雰囲気あんな。いいね、雪国最高。ほら見てこれ、この霧のかかり方よこれ。サイレントヒルみたいだよこれ。すごい雰囲気あるんだから。この街灯がいいよね、この街灯、この霧の中の街灯。この先何があんの。いや何もないんかい。帰ろ、ひみちゃんの領地に帰ろ。そういえばさ、あれ見たかったんだ、あれ、デビエーション、今シーズンのデビエーションよ。はい、これね。さあどんなデビエーションが追加されているのか。新しいデビエーション、スノードーム、これいませんでしたよね、これいませんでしたよね。あーこれあれか、特別な素材でアイテム、戦術アイテム、アイテム投擲すると命中したものを凍結しますと。これ雪玉ですね。あ、いるじゃんほら、タールプリン、原油の採掘、製油施設を使ったりできる。タールプリンってスナップショット、戦闘に参加できる死の敵を撮影し続けるパパラッチ、中期ダメージ増加、宇宙飛行魚、何これ、水の浄化施設を使ったりできます、だって綺麗な水、採掘採集、ビッグアイ、冬の星、氷の瓶、夜の灯火、結構追加されてる。氷の瓶、戦術アイテムを制作できます、使用すると大きな氷ができます、だって。なんだそれ、役に立つのかな。光線を放って敵を麻痺させます、夜の灯火、さっきローが言ってたやつだ。どこにいんだよこれ。早く捕まえに行きたいんだけど。はい、来ました、やっと我が家にもキャンプファイヤーができました。これで領地を温められる。さあ点火しますよ、キャンプファイヤー。わー、あったかーい。文明の夜明け、そろそろ防具をちゃんとしますか。とりあえず防具を一式作ったんですけども、防具を作るときに革を選択すると、どの革を使うのか、どの革を使うかによってなんとステータスが変わってくるんですね。これ鹿だったら低温耐性とかね。だからトップスとボトムスでこの低温耐性をつければ防寒対策になると。でしかもこれ部位によってちょっと変わってくるんですね、内容が、革の特性が変わってくるんですね。グローブだとこの生産増加とか採集速度とか、足だと多分これスプリント速度速さとかですよね。これしゃがみ移動速度、ジャンプの高さ、ウサギの皮使うとジャンプの高さが上がるんだって。これ面白いじゃないこれ。マスクだとダメージ関係ですかね、これダメージ系ですね。なるほどね。おいおい、どうすんだよこれ。やること増えちゃうじゃない。歓喜、やること増えること歓喜。
まあこれで装備は一式整いましたので防寒対策もバッチリと本格的にこれ雪国探索できますと。いやーいいですね、この徐々にこう進んでる感じ、この過酷な状況を少しずつ打破していく感じが、いやーサバイバルしてるー